はい、今年もやってきました天使場オクトーバーフェスト2024ということでね、早速ビール飲みに行こう。いやー久しぶりに天王寺だね。言うでね、今日はちょっと用事あって天王寺までしとったんやけども、オクトーバーフェストの看板見つけたから歩いてきたんやけども、こんな時間からビール飲めるんか。やってるじゃないの、めちゃくちゃ早い時間に来たからさ、やってないからだけど、やってるやってる。ちょっと私大好きなオクトーバーフェストはビール飲みに行こう。いやー、なんか今年は派手か。そうでもないかな。いやー、ええ感じじゃないこれ。ではでは、そしたらどこ行こう。この辺行こうかな。フルーツビール、これ行こう。フルーツビール、フルーツビールください。お願いします。炙りチーズソーセージください。ありがとうございます。あ、え、フルーツ入ってるのそれ。いや、めっちゃマッチョ。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。見てみて、これビールはええんやけどさ、ビールの下にフルーツ入ってるのこれ。で、このスプーンですくうみたい、こうやって。ではちょっと早速いただきます。あ、出てるけど。うまっ。うまいわ、ええけどこれフルーツ、フルーツ、フルーツビール言うからフルーツの味するのかなって。じゃあフルーツ入ってあるやん。いやいや、こういうビール初めてやわ。ビールパフェみたいな。こういうソーセージどうですの。いや、まずソーセージからいきましょうよ。ね、いただきます。うん、あ、ソーセージにビールってやっぱ合うの。こんな早い時間からこんな初めてやけど、それにしてもこれビールの中にフルーツ入ってるってびっくりしたわ。フルーツビールってまさにフルーツビール。梨とか入ったはず。うん、びっくりするわ。うん、フルーツビールまさに。お次はこのたっぷりとソーチーズかかった、これこれいったろ。たっぷりとチーズつけて、うん、うまっ。いやー、めっちゃ早い時間に来たらちょっと違和感あるわ。いつも夜しか来えへんから。でも昼間でも結構にぎわってるよこれ。見て見て。いうでね、この天使はもうええ感じやな、これ。いつ来てもこんな感じでね。ということで、久々に来た天王寺、ちょっとこの辺でのんびりくつろいでいきますわ。ということで、ちょっと芝生でくつろいでいこう。さよなら。こういうのどかな感じたまりませんよね。いつかは彼女とこういうところに行きたいもんやな。大きい春風やな。